ここ数日、ほんと忙しかったな。数えきれないほどいろんなことをしてきたぞ。あんなに長時間話し合うなんて、あいつら意気込みが半端ないな。せめて少しくらいはたじろぐかと思ったけど。ああ、素直なフレミネは怯えてたか。でも他の奴らはせいぜい驚いた程度だったぞ。え？おいらか？こういうことってあんまり経験がないからわかんないな。でもお前と一緒ならきっとうまくいくと思うぜ。だって他の奴らがどんなに頼もしくても、オイラからするとお前ほど信頼できる奴はいないからな。ヒヒッ。で、あれ？お前、いつの間にお茶なんか入れたんだ？オイラ気づかなかったけど。じゃあなんだこれ、見たことないコップだよな。そう緊張しないで、ただお茶を飲んでいるだけだから。さっきは喋ってなかっただけよ。うわあ、誰もいないのに声が聞こえるぞ。私の声もう忘れたのかしら。え、待てよ、この声確かにどっかで聞いたことあるような。あ、お前ってスメールにいた時、わけもなく空から聞こえてきた声だろう。わけもなく空から聞こえてきた、その言い方間違ってるようで正しいわね。前回と同じようにあなたが迷い込み、そして私がその迷いを感じてここに来たの。人を導くのは私にとって手放すことのできない甘美なものだから。ただの通りすがりの気まぐれな客に過ぎないわ。友人の弟子の頼みを自ら引き受けようとしてるだけ。予言は当たるわ、必ず起こる。あれは未来の歴史と思ってもいいことよ。そんな、だったらまだ止められる可能性は残ってるのか？すでに失敗した例を見たことがあるはずよ。テイワットの全てがそう簡単に変えられると思う？へえ、気がついたのね。一般的に予言は神の視点から見た未来だと言われている。でも神の視線の視覚で何かが起こっている可能性について考えたことはある？あなたがこれから見る様々な出来事は果たして神が目にする運命と違いがあるのかしら。こいつ何言ってるんだ。なんかすごそうでスケールのでっかい恐ろしい話をしてるみたいに聞こえるぞ。あなたならきっとわかるでしょう。無視していいものと手を差し伸べないといけないものを。テイワットの未来がどうであれ、最終的にあなたを導くのは運命だけ。やるべきことをやればいいわ。
さてと、いいお茶だったわ。ありがとう。今日のお茶会はここまでにしましょう。